あと2分で開通なんですが、規制解除なんですが、出遅れまして、失敗したな。先頭に並ばなきゃ意味がないっていうか、でかいね、これ。これはでかい。とりあえず入りました。なんか5、6台対向車が来るらしい。意味あんのか。なんで片側交互通行、片側交互時間帯規制、意味あんのかな、それ。どういうわけで規制してんだろう、これ。そこのところは見なかったけれど、こういう観光ポイントがあって止まってたらね、それは来ないよね。どのぐらいの距離規制してんのかな。今16時、到着予定18時31分です。距離が181キロ今日走行、当初だと260キロで宿まで、だけどあと114キロってことは、だいたい300キロぐらいになるね、到着時で。どっかでちょっとガソリン入れるか、下に降りたら。せっかく一方通行になってるんだから、対向車気にせず先頭でブイブイ行くぜって行きたかったけど、対向車来るんだったら意味ねえよ。まあそれでもちょっと気をつけなきゃいけないけどね、結局は。さっき自転車も来たし、自転車はどうなんだろうな、こういう規制が入るんだろうか。どうせ待つんだったら先頭で待ってりゃよかった。油断したよ。せめてバイクとの後ろぐらいがよかったな。しょうがないね、いつものことだ。景色がいい。なるほど、これで1台。何台とすれ違うんだっけ。 4、5台っつったっけ。交通行なんだから最後のが出てからじゃなきゃダメなんじゃんって思うけどね。どういうことなんだろうね。しかしあそこで待ってた車の多くがパッと見3分の2ぐらいはここの開通待ちだったっていう、3分の2以上かな。そういうことだったんだね。ああ、つまらん。車の後ろ走ってんのつまらん。全く面白くない。暇じゃ。はい、降りてきました。いやー、ワインディングをつらいね。つらかった、しんどかった。もうとにかく、ね、自分のペースで走りたい派なので、急いでいるからとかじゃなくて。さあ、あと100キロですね、ちょうど。あと100キロ。ガソリンが199キロだから300キロだね、行くね。まあ400までは行けるとしても、ちょっと入れといた方が安心だよね。まあちょっと途中で入れますかね。そして2時間6分、18時31分着予定ということですね。まあとりあえずね、もう少し走ったらどっかで買い物しますかね。休憩しながらカップラーメンを2個、夜の分と朝の分を買いつつ、焼き鳥屋さんが使えるかどうかを、そうだ、確認してからか。まあだけど一応カップラーメンは買っといた方がいい。まあだけどどうなんだろうね。まあ、やってるかやってないかわかんないけど、今日は休みの日だから、まあ、休みの日の夜というところで、
日曜の夜みたいなもんだから、まあそんなにってわけではないかもしれないけど、でもまあ営業はどっちかっていうとする可能性が高いと思うんだから、なんか宿の人の感じだとやってるか分かんないような雰囲気を出してたからな。まあああいうその現地の感覚っていうのは結構大事かもしんないね。要はもう休日の夜だから、で次の日が平日だから、宿泊もまばらだからお客さん少ないのにやってないでしょっていう、そういう雰囲気なのかもしれないですよね。だとするとカップラーメンになっちゃうし、クーポンの使い道どうしようって感じだよね。あ、ガソリン入れられれば万事解決かな。だとするとここで満タンにはしない方がいいな。明日ガソリン入れるって考えたら、もしかしたらだけどね。そうだ、じゃあ買い物の時にそれも調べよう。ガソリンスタンドで使えるのかどうか。大分のねクーポンも、まあ、検索サイトは結構しっかりしてるんだけど、やっぱり地図から選べるっていう形にはなってないんですよね。だからね、その検索が要は何町の何のジャンルの店を検索するみたいな感じで検索しないといけないんですよ。だから外から来たものにとっては、まあその宿がね何町かは分かるけど、じゃあその町の隣町、がそのエリア内だったとしても、その隣町の名前が分かんないとかね、この宿泊はこの町だけど、でも別の町の中心街が実は近いんだよとか、そういうこともあるじゃないですか。あとはまあこの私みたいに通り道でないかなって探すとかね、まあ、そういう用途に対してはやっぱり地図でバッて見えるのがありがたいんですよね。まあ、その上で地図の中でジャンルごとに絞れればね、あんまり多いとわけわかんなくなったりするから、料理とかガソリンとかで絞れればいいんですよね。で船のe クーポン、フェリーでもらった e クーポンが、そういうサイトはねちゃんとそういう風にできてて、やっぱりねウェブサービスをちゃんとその分かってるんだろうね、分かってるところの仕事だよね。で行政はあんまりそういうウェブサービスを使ってないから、検索こんな感じで検索できればいいでしょっていう、そういうスタンスなのかなと思いますけどね。どうなんでしょうね、まあ、コストの問題もあるのかもしれないけど、まあだけど徳島の PDF 羅列っていうのが一番最悪だったねPDF から自分でリストから探さないといけないっていう、知らない土地の住所をもとにでいちいち住所とか名前とかで、それでここが近いかもって思って、で今度 Google マップにコピーしてそれで検索するっていうね、もう最悪だったねあれは、使い勝手で。高知はなんだかもう普及しててどこでも使えますみたいなこと言われて、あ違う、高知じゃなかったっけ、どこでも使えますわ、違うな、どこでも使えます、あれどこだっけ、ファミマ以外は大丈夫ですみたいなコンビニもファミマ以外は大丈夫です、で大体どこでも使えるから大丈夫ですみたいな感じでなってましたね。で大分は一回失敗してるから、別府でね失敗しちゃってるんでですよね、その予約をね適用される予約を取り損ねてるんで初めてなんですよね。あと鹿児島
はまあ奄美も含めてだけど、まあ奄美が特にそうか、結構、あ、そうか、奄美は結構使えるとこ多かったですね。だけど薩摩町のところではほとんど使えなかったんだ、 食品が、あとレストランがね。で申請してから時間がかかってなかなかみたいな感じのこと言ってて、そうだね、そうだ、だから奄美は結構、あ、でも結構つってもそうでもないか、たまたまなぜであそこの町の中でまあまあ何店かあったっていうだけで、全部の店から考えたらすごい少ない、ね、使える店、まあ、なかなかね難しい問題ですよね、そういう制度設計っていうかね、ルール作り。でもいろんなルールがそこでまたできてくるから、で従来の県民割とのその違いとかもあって、もう店の人とか大変だろうね。でいろんなクーポンがあってさ、だからあのフェリーのね、いいクーポン出した時もやっぱりね2カ所で使ったけど、なんか何それみたいな感じだったね。でそれもかろうじてあのいいクーポンの QR コードを読ませるっていうことをかろうじて思い出しましたね、その店員さん両方とも、ああこれみたいな。でそれでだけど一応その支払い完了それでねしたはずなんだけど、なんかもう釈然としない感じでしたよね。多分これで大丈夫みたいな。ペイペイみたいにあの決済完了みたいなのも出ないしさ。本当に支払いされてんのか心配になったらね、あれね。あと90キロ。頑張るんやわい。気温 19.5 度、まあそんなに寒くはない、ちょっと涼しいけど日差しがまだある、しかし18時半か、うわ真っ暗だよな。まあいいかっていうかどうしようもないよね、もう泊まるとこ決まってるし、そこまでどうやってももう高速とかも、もうここから先高速使うってわけにもいかないしね。それ今だからそれがじゃあ17時に着いたらどうだったって、その周辺の温泉に行くか行けないかっていうことぐらいしか違いはない。まあ行けなかったら行けなかったでいい、もう先に焼き鳥食いに行って、焼き鳥とおでんがあるみたいですね。いいですね、焼き鳥とおでんでもう3000円パッと使っちまう。いや待って、ガソリンに使えるかを確認してからだ。それはそして、お腹を落ち着かせてから宿の風呂に入ればいいや。昨日は結局シャワー浴びなかったですからね。まあ、シャワーはね個室タイプだったんで、あの使ってるか使ってないかも分かるし、まあ、別に一人で使えるから、まあ、そこは良かったんですけど、とにかくね揺れが結構激しかったんで、気持ち悪くなる可能性があるなと思ってね、ちょっと慎重になりまして、一発気持ち悪くなっちゃうともうダメだからね。まあ、その後寝れればまだなんとか回復するかもしれないけど。で、酔い止めは飲まなかったです、なんとなく。いけるかなと思って。ちょっと勝負かけちゃった、なぜか。別にそんなに酔わないなと思ってね。思ってたんですよ。最近はその、北海道行きとかも入れなかったから。徳島までのフェリーも全然そんな
気持ち悪くなりそうな感じなかったんで、さすがやっぱりね揺れるね、それはもうしょうがない。ここは通潤橋という道の駅をスルーします。道の駅をスルーします。5リッターだけ入れましたね。そしてちょっとスーパーにあったので、ここでカップラーメンをゲットしておこう。その前にちょっとクーポンの使える店を探しておこう。さあ行くぜ。はい、ちょっとまたマイクをつけ忘れてしまったんですけれども、今ですねスーパーで買い物しましたと。で、あとガソリンも5リッターだけ入れまして、とりあえずですね、宿に向かっているんですが、あのスーパーでねいろいろ確認しました。で、まずねあのクーポンがガソリンスタンドで使えるかっていうところで、大分市にいくつかですねガソリンスタンド使えるところがあったので、まあ、私が行くルート上かどうかはわからないんですけれども、まあ、多少ちょっと、寄り道すればですね行ける感じだったので、あ、市内に入るのはねちょっとタイムロスなんでだけど、まあ、でも大体近く通るんでね、港に行くのにおそらくなので、まあ、そこで消費しようかなということですね。で、ガソリン5リッター入れたんですが、あと今5リッターぐらい多分プラス入る感じなんですけれども、10リッター分2000円分入れようかなと思うので、10リッター、あ、そうですね、2000円で10リッターちょっと入れられると思うんですけど、2000円分使うために多分大分市まで行くところまで含めれば120キロぐらいは走るだろうと。そしたら、あと5リッター分ですね入るんで、それで10リッターかなーっていう感じですね。でも175円だったらもうちょっと入るかな。そうするとちょっとあれですね、損しちゃう形になるかもしれないけど、入りませんって言われてね、2000円入れてくださいって言ったら入りませんって言われたらどうする、どうすればいいんだ、じゃあそれでいいですって言うしかないよね。まあクーポンだからな。でもさっき5リッター 5.、ね、5.7 ぐらい入れちゃったんですよ、勢い余って止めらんなくて手動でやったら。だからねちょっと入りきらないかもしれないね。そしたらで、そして焼き鳥屋さんにね電話したんですね。まあ、電話苦手な私が頑張ってね、まあ、っていうか要件が明確な電話は別にそんなに苦手でもないんですけれども、でね、今日営業してますかって聞いたら、なんかね営業がする予定だったんだけどイレギュラーなことがありましてっつってですね、でなんとね断水してんだそうです今っていうか宿は大丈夫なのかよって思うんだけど、んなんだ、あ、濃厚機械小型特殊ヤンマーで断水してるとだから水が出れば営業できるけど、出なかったら、営業はちょっと厳しいんで、予約していただいた分だけ、その持ち帰りで対応ということになるかと思うんですけれどもって言われて、で出るかどうか分かんないし、やるかどうか分かんないっていうんだったらちょっとどうしようかなと思ったんですが、まあ、じゃあもう予約しますっつってですね、で1000円分ぐらいだいたいで、
ぼんじりはないんですかって、ぼんじりはないらしいんですけど、じゃあネギマとですね、っていうか私焼き鳥屋でですね、その注文とかしたことあんまないから、何頼めばいいかよく分かんなかったんですよね。でいっぱいあるっていうから、ちょっとでネギマ、まあ、とりあえずね、ネギマと豚バラを4本3本で1000円ぐらいっていう感じでですね注文しました。で何時ぐらいに取りに行きますかっていうから、まあ7時半ぐらいかなって言ったら、ちょっともしかしたら7時半以降になるとなんか都合が悪いみたいな感じのことを言われて、でその旅館がね、私が泊まる旅館がにじゃあ届けるっていうことになったんですよ。でなんか支払いとかは先輩だからちゃんと対応してくれるみたいなことなんか言ってましたけど、ということでですね、旅館の方に、まあ、基本届けてもらえることになりまして、もし対応が難しかったら電話するって言われたんですけど、まあ、電話買い物してる間に電話来なかったんで、まあ、大丈夫なのかなということでですね、まあ、ちょっと私は本当は焼き鳥屋で、あったかい焼き鳥、焼きたてをですねビールとともにですねいろいろ選びながら注文しながらですね食べたかったんですが、であとおでんもあるっていう、ね、ことだったから、そういう風にですねおでんと焼き鳥でですね楽しみにしてたんですけれども、どうやらそれはちょっと叶わぬ夢で、とりあえず焼き鳥だけ買ったっていうね、そういう状態になりました。で、ね、まあそれで確定したので、夜ご飯はなんか弁当を買ってこうと思ったんですけれども、スーパーに入ったらですね、なんかローカルスーパーでいろいろ、それは入ったの、いろいろ見れたのは良かったんですけど、雰囲気とかもですね楽しめたんですが、ローカルスーパーのラインナップがちょっといまいちで、ちょうどいい弁当はなかったんですよね。まあその代わりといっちゃなんだけど、牛すじ煮込みがねすごい美味しそうなのがあって、それを買いそうになりましたけど、焼き鳥7本来るのに牛すじ煮込み買ってどうすんだよっていう思いとどまりました。でカップラーメンもね、スーパーだったら安く売ってると思ったら、まあ別あんまり種類がなくて、普通のやつでなんかこうちょっとあんまり東日本だと見かけないやつとかね、そういうのがあったらよかったんだけど、ちょっと見かけ、そういうのなくて、なのでですね、まあどん兵衛買って、であとビールだけとりあえず買いまして、でコンビニに寄ることにしまして、で今次にあったコンビニに入るぞって思ってですね走ってるんですけど、一向にないですねコンビニが。大丈夫かな、ちょっと心配。ただあと70キロあるんで、70キロ走る中でコンビニが一軒もなかったらあれだけど、まあ、まだ慌てる時間じゃないんじゃないかなとも思ってますけどね、どうだろう。まあという感じでですね、であとやっぱりそのレンジがあるかどうか確認を怠ってしまったのですよね。だから弁当買うにしても、じゃあ温められるのかどうかという問題が発生するんですが、まあ、とりあえずだから無難なやつでにして、で一応温めてもらってそれで行こうかな。そうすれば一回温めたやつ冷めててもまだ何にも温めないで冷蔵されてたやつよりはマシでしょう。もうこっからね、今何時、17時37分、まあ2時間ぐらい以内には食べるからね。ちなみに今、まあ、到着予定が1時間24分後、到着予定19時01分ですね。なかなかまた勝負をしてますよねまあ今日はね時間きついなとは思ってたんですけどね、当初から。
ちょっと過酷だなと。で今260キロ走ると、まあ、やっぱり通常だとね200キロ以内ぐらいにしとかないと、あの見学というかその観光的なこともねあんまりできない。200キロでもまあまあきつかったりするしということなんですが、まあ300キロコースになってますので、今トータルでね結局260と言いながらも、明日はどうなのかな。明日はその大分のねフェリーターミナルまで行って、でそこから愛媛に渡って、で四国中央市まで行くんですけど、まあ、ただね四国中央市、その多分松山からは八幡浜、まあ、あの辺からはね高速が使えるんで、いざとなれば高速っていう手もあるはずだけど、私的には観光はできたらしたいですね。 UFO ラインに石槌さん、ちょっとルート的にはきついかな。それか今治の来島海峡大橋、もうちょっと寄り道が大きくなるけど、まあそこら辺はちょっとマップを見ながらやっていきたいと思いますが、いきなり30キロ台寄り道くり。まあそんな話をね、さっきマイクをつけないでねベラベラ喋ってたんですよね。なんで2度目なんですけども、なんかねまた惹かれてる猫見ちゃいましたね。今度はちっちゃい、ちょっとちっちゃかったね、1歳弱の感じの猫でしたけど、まあ完全に横たわってたんでね、もう死んでるかなと思いますね。生きてたらあの姿勢には多分ならないんじゃないかなと思うんでね、もっとこううずくまるような感じになると思うんですけど、もう完全に横になって動かない感じだったんで、わかんないけどね、ちょっと一瞬戻って確認しようかなとも思ったんだけど、まあ交通量もちょっとあったし、まあ戻ったところでね助けられるかっつったらやっぱり助けられないやなと思って、ちょっと ね猫の死んでるのを見るのは嫌ですね。私もね早く家に帰って猫と会いたい気持ちでいっぱいになってきましたね。やっぱり、まあ、あのシッターさんがね LINE で今日も様子を送ってくれてますんで、動画とかも撮ってくれてるんで、だいぶ安心感はありますよね。であと監視カメラで見れてるんで、その辺はね結構思ったほど不安じゃなかった。まあ ジローもね、シッターさんにすっかり慣れたみたいで、今日も一瞬なんか警戒したけど気づいて逃げなかったって言ってたから、まあいいんじゃないでしょうかね。いやガソリンスタンドか、セルフのガソリンスタンドなかなかない時は本当ないからと思ったけど、入れない時には妙にあるっていうマーフィーの法則みたいな。そして今コンビニを求めてるね、コンビニを。あ、次の明かりはなんだ。
あれは車カーディーラーか、コンビニはねえか、コンビニは1個だけね、山崎ストアがあったんだけど、それはスルーしたんですよね。いや、セブンかファミマかローソンかメジャーコンビニでって思って、その判断が吉と出るか凶と出るか。これはローカルスーパーだね。さっきもあったね、ローカルスーパー。あー、ちょっと寒くなってきた。 16.5 度、だんだん下がってるな。ちょっと早くコンビニ泊まって買い物もして、で中に服も着たい。だからコンビニはあれ、もうなんか天地創造みたいになってる、光あれみたいな感じで、コンビニあれ、するとコンビニがあった。私は言った、ガソリンスタンドあれ、するとガソリンがスタンドだった。あー、そういう感じですね、コンビニ創造。しょうもなんていうしょうもない話をしているんでしょうか。一向にコンビニが現れないのである。コンビニどころか店一つなくなってしまった。どうしよう、どうしよう、展望休息所とかって書いてあるな。どうしよう、どうしよう。あと56キロだけど、ちょっと心配になってきた。コンビニが70キロの間にコンビニがない魔境に入り込んでしまったのかもしれない。日本にもそんなところがあるのか。さあ、だいぶね、高いところを走ってたみたいで、ちょっともう見えなくなっちゃったけど、夜景が見えてましたね。南阿蘇村、あれ阿蘇山かな、目の前なんか大観裏側かな。ちょっとこの辺でまた町から離れる前にコンビニ道を外れてでも行った方がいいな。今19時予定の到着になってるけど、あの信号右か、違うな、ん、違わないか。あれだな、あれを右に曲がっちまうとまた何にもないところを走ることになりそうな気がする。ちょっとあれ、そこコンビニじゃない。ちょっとまっすぐ行ってみようかな。あー、コンビニじゃねえや。あ、300メートル先だ。なんもねえ、なんもねえや。ちょっとダメだこれは、一回止まらないと。一回止まる。950メートル先にローソンがあることが判明しました。よかった、ここで確認しといてよかった。ああ腹減った、腹減ったが今食ってはならん、後の楽しみにするのだ。といってもあと1時間以上、あ、18時だからあと1時間ちょいか。うわ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 、あぶねえ。どういうこと。あ、そこはスーパーかな。まあいいや、コンビニ行っちまえ。コンビニの方が確実だ。よし、はい、じゃあローソンで、ね、無事買い物しましたね。例によってですね、しっかり迷いましたので、迷ったというのは何を買うかをね、到着予定が19時24分になってしまいましたが、あと50キロ1時間3分、頑張りまーす。いやー、そしてね、
中にダウンパンツとそれから串谷インナーを着たのでですね、そしてグローブもあったかいのにしましたので、これで17度、いやもうちょっと低いだろう多分、まあ、ポカポカでいけますよこれで。でもね、いや、のり弁にしようか麻婆豆腐にしようか迷ったんですよね。すごい麻婆豆腐が食べたかったんだけど、なんとなく。でも麻婆豆腐を温めて持ってって冷めてそれで食べてうまいかなって思った時に、まあ温め直せるかどうかは分かんないからね。で、のり弁だったら冷めてもまあまあうまいだろうと思ってですね、まあ、のり弁も食べたかったは食べたかったんですけど、あとね、麻婆豆腐、四川風麻婆豆腐でお腹痛くなんねえかなっていうのはちょっとだけよぎりましたけどね。いや、例によって例のごとくね。いや待てよ、19時24分で今回一番遅いんじゃないか到着するの。だって遅れても7時前には着いてたような気がするんだよな。いや、温泉旅館ね、いくら素泊まりとはいえ温泉旅館にこんな時間に着くなんて贅沢な使い方なんだろうね。普通はもうね、夕方に着いてで一風呂浴びてから宴会してでもう一回風呂入ってで寝るとかね、そんぐらいはするでしょ。温泉街散策したりとかね、そういうの一切なし、一切なし、ビジネスホテルみたいな使い方、温泉宿。どんな旅館なのかな。あそこのシビ温泉みたいな古めの感じなのかな。私の予想ではもうちょっとこうパリッとした感じの旅館であるということを予想してるんですけどね。パリッとした感じってなんだって。やっぱり15度ダウンパンツ履くまで履くほどじゃないかなと思ったんだけどね、なんとなく履いちゃいました、ね、寒い防寒に対してですね、手抜きはあんまりしない派なんで、やるときは暑いぐらいにやっちゃう。やっぱりね、串谷インナー効果絶大ですね。上半身ボカボカですね。首周りがちょっと苦しい。明日の朝、まあちょっと何時に出るかはこの後ね、明日の工程を考えてだけど、まあ多分8時か8時半かどっちかですね。8時より早く出るっていうのは私の辞書にはないんですよね。明日のが最後の宿ですね。であとはフェリーに一泊だからね。旅も終盤になってきております、まあ、最後まで気を抜かずに行かないとね、1回2回ぐらい立ちこけしそうになって、ね、怖かった。油断大敵ですよ本当。まあこれだけね、十何日間毎日乗ってやっぱ少しずつね、自分のものにこのバイクがなってきた気はするんだけど、でもまだ慣れてはきましたね。確かに掴めてきたところはあるけど、でもまだ十分じゃないね。なんかね、バンクしてった時の感触がなんかしっくりこないんだよな。まずね、そんなはずないのにタイヤが滑りそうなその感じがするんですよね、ちょっとしたことで。だからあんまりバンクさせられないような感覚があって、であとね、あとバンクしてった時にハンドルがやっぱりあんまり切れてこないんで、これはタイヤの特性かもしれないね。このアナキーアドベンチャーと
このバイクのマッチングの上での特性かもしれない。だからね、なんかフラット内側に、ね、倒れそうになるんですよね。倒れそうな感覚っていうかね、思ったよりバンクしちゃうみたいな、バンクしそうになるような感じ。そのままにしてたってバタンとはいかないと思うけどね。あとね、ブレーキがね、ちょっとこうやって走っていく中でなんかもうちょっと効いてほしいっていう感覚がしてきましたね。前も後ろもやっぱり、ね、車体が重いから、車体っていうか、まあ、荷物も含めて重いから、なんていうんですかね、軽くかけた時の制動力っていうのがちょっと物足りないんですよね。もうちょっとね効いてほしいんですよ。で結構強く握らないと欲しい制動力は得られないんで、ブレーキ足にして、あのリアブレーキにしてもね、結構強く踏まないといけなくて。さあちょっとね SD フルになったんで今変えました。しばらく走ってからね、真っ暗だったんで結構暗いところ、あの狭いところ、今もそうだけど走らされてますが、さすがって感じですね。でブレーキに関してはですね、だからね、私あのフロントブレーキね、あの3本指で今かけてるんですよね。いつもね2本指でかけてるんだけど、ちょっと3本指でかけないとあの強さがね足りないんですよ。足りないと感じるようになってきて、ちょっとブレーキパッドも減りも心配ですね、これぐらい強くかけてるとね。でリアブレーキも結構強く踏んで、でこの踏み方だとねベバロックスんじゃねえかなっていう感じがちょっとするんだよね。やっぱあの車重が大きいバイクの、なんていうんですかね、ちょっと自分が今まで乗ったことのない車重、その、ツーリングとしてね乗ったことのない車重のバイクなんですよね。まあでも満載で乗ったことも今まであるけどね、やっぱり箱の分の重さとかもあるからかな。まあでも箱は本当ありがたいね、めっちゃ便利やね。もうパカパタンってパカパタンっていちいちこうなんかバックルを外したり、なんかあれ緩めたりとかね、でなんかゴソゴソやって、で収まりがいいようにこうね調整したりとか、そういうことも必要ないしね。でなんか奥のもの引っ張り出したら肩が崩れちゃって、またこう入れて同じ状態にするのにちょっと一苦労だったりとかね、そういうこと。ん？右方向？あ、ここか。214号ね、県道。なんか今、この匂いがね、ちょっとあの、昔、諏訪の、あの、母の実家で嗅いだボットン便所の、ちょっと遠くからの匂いに似ている。そういう記憶を呼び覚まされましたね。ここで左214を外れるわけだ。でもセンターラインがある。あ、この後57、国道57に出ると。今グリップヒーターもねつけましたね。あの11度でした、さっき。今 12.5 度になってるけど、さすがにね、こうなるともう真冬装備じゃないとって感じですね。あー、腹減った。今日の宿は、温泉の制限時間はどうなってんだろうね。21時までとか言わないだろうね。せめてさ、なんか
ずっといつでも入れるって言ってほしいな温泉旅館だったらね、まあ、せめてとずっととはでは言わなくても、まあそうだな、12時とか12時ぐらいまでは入りたいよね、やっぱね、せめて100歩譲って11時だね。で、朝はまあ朝として、その何時ぐらいかな、もう私は6時ぐらいから入りゃ十分なんですけど、まあただじゃあいつ掃除するのかって、日中が意外とあれなんですかね、そういうその連泊する人とか、あと日帰り入浴を受け入れてたりとかすると、日中入れないといけないっていうことになると、夜に掃除するしかないから、かといってそんな深夜に毎日掃除してたら大変だからってことかな。まあ、それも一理あるからね。結構地域の人なんかは午前中に入りに来たりするんだろうね。昼から風呂に入るなんてってあんまりないような気がするけど、お年寄りで、その引退してる人たちにとっては昼から別にすることもないし、風呂入りに行ってでワイワイガヤガヤいつもの顔ぶれで世間話するんだろうな。そういうコミュニティがあるのかもしれない。いや、しかしせっかく阿蘇を通ってるのに阿蘇の景色が全く見えない自業自得ですけど、こんな山の中にね、なんか夜景みたいなの見えると思ったら、あれホテルかね。ちょっとどのぐらい映ってるかわかんないけど、突然山の中に現れるビルディングって感じ。県道40号線を今走ってるんですね。ハイビームにされちゃった。まあ今は私がねハイビームにしっぱなしにしてたからいけないんですけど、なんかすれ違いざまに、完全にすれ違う前にハイビームにする人結構いないですかね。結構真横になる前にパッてハイビームにされてすげえ眩しい。あれがちょっと嫌。あれ本人的には通り過ぎてるつもりなのかな。そうかもしれない。もうグーグル様々できてるからね、ここまで。このコンディションで地図見ながら走るって超辛い。今18時51分ですね。あと25キロ。32分ということです。当然のようにあれ以降コンビニはおろか店すら一つもないなそういう場所を走ってる、ね、なんか今なんか通ったことあるような感じがしたら、来た時に通った道一部通りましたね。阿蘇に行く直前でやっぱこっちから行こうって言ってね、引き返したルートを走ってましたね。なんとなく位置関係が分かってきた。しかし真っ暗の中を走っていることに違いはない。あと30分ぐらいかかるのも違いはない。久しぶりに見た他の車、こういう真っ暗な道だと前に車いると助かるんだよね。前カーブの先照らしてくれるからただちょっと離れるとハイビームにできない分、その前の車照らしてるところとの間に暗闇ができちゃうから、少しこうある程度ぴったりぴったりっていうか、まあ煽り運転にはなったらいかんだけど、ある程度近づいてないといけなくて、それでね譲られちゃうと困るんですよね。せっかく前にで照らしてくれてるんだから、だから
こう先を急いでるように見られないような絶妙な車間でね、追従をしたいですね。向こうもね、追いついてきたから抜かしたいだろうって気を利かせてくれちゃうことがあってね。ああでもここでお別れですね。私は右、あなたは左、さようなら。ハイビームで照らしていきましょう。 11.5 度、寒いね。まあ想定の範囲内というか感じではありますが、おお、こんな時間に自転車で一人でこんな真っ暗なところ走って、いろんな意味で怖いよね。俺は暗くて怖いけど、それだけじゃなくて、まあ一応後ろにああいう風に光るものつけてるけど、結構こういう時間帯ってもう誰もいないと思って走ってる車とか、あと空いてるからすごいスピードで走ってるやつとかいるから怖いよ、そんなの。で路肩もそんな広くないしね、こういうところ。だから車道に出て走るとなると、ちゃんと気づいてもらわないと跳ねられっからね、ゾッとするわ。あとね、あの自転車もやっぱりあんまりこう怖いからって言って左左ってね、路肩ギリギリ走ってるといろいろこう異物を踏むんですよね。でパンクしちゃうから、それも困っちゃうしね。でここ左に行くと万願寺温泉ってありますが、万願寺温泉は行ったことがあるんですよね。で川っていうかね、なんかちょっと用水路チックな川が、小川が流れてて、でも綺麗なんだけど、めっちゃ水は。でそこにですね、おとりになんかお湯が、湯船があるんですよね。で一応ちゃんとその湯船として作られてはいるんだけど、あの用水路チックっていうのは、その要はその道路が高い道路、まあその河原のところが低いんですよね、道路に対してかなり。だから上からかなりね見えるっていうね感じの、まあ道から丸見えっていう感じですね。そういう温泉、地元の人が入ってる。一応無料とは言うものの、なんか寸志としてなんか入れるみたいな感じだった気がする当時。でもああいうのって基本的にその地元の人が自分たちで入るために整備して、あの維持してる管理してるものだったりするから、まあなんかその人とかですね、人っていうか、まあちょっと変わった風呂みたいな感じで紹介されて観光客が来るのはあんまりどうなんだろうね、よく思ってなかったりとか。あの72時間っていう NHK の番組で、あの熊の湯やってましたけど、まあ、やっぱりなっていう感じの地元の人がね、同好会みたいな、愛好会みたいなのも作って、でお金で会費出して、でしかも、そのいろいろ自分でね、その時間とか労力も使って維持してるから、まあだからいろいろうるさいんですよね、言い方悪いけど地元の人が。だから私もあんまり熊の湯行きたいような行きたくないようなって感じなんだよな。お湯は入りたいけど、なんか言われそうで嫌だっていうかね、マナーとかしきたりとかね。
から追いついてきた何かがいるね。バイクだね。早い。この俺に追いつくとはな。どの俺だっつ。さあこの交差点が、あここわかるわ。暗いけど来たことある。442と県道11の交差点、わかるわかる。はいはいはい。ここでね、いきなり団子を買った覚えがあるわって言われてもって感じだけどね。山並みハイウェイですよ、ここは。九州のツーリングのゴールデンルートですよ。しかしね、到着予定がね6時半だっつったって、結局その買い出しはするわ、トイレ休憩はするわ、トイレだけじゃなくて水分補給はするわ、ね、電話連絡したりするし、絶対1時間ぐらいかかるって、増えるって分かってんのに、なんでその時点で予想できないんだろうって毎回思う。でもちょっとね、今回の旅のスタイルをまた元にちょっと今後のことを考えたいですね。まあ久しぶりですよ、こういう風にね、放浪の旅じゃないけど、放浪の旅みたいなことをしたのが、今年の北海道ですごい久しぶりなんですよ。その期間も決めずにね、やったのも久しぶりだし、あとこの2週間のこれだけの2週間超の日程をですね、すべてホテルを予約して、出発するっていうのも初めてなんですよ。だからそういう意味ではね、まあちょっと新しいことを今してるわけですよね。さあこれで左県道4ですね、スジュー、よし、ついにスジューというのが出ましたね。県道40に入りまして7キロ12度。あ、バイクの温度計も12度ですね。いや、こうやってね、寒くなると、まあ、年末年始のイメージがだんだんに出てきますが、まだ11月の頭だから、まだ2ヶ月あるんだよね。2ヶ月今年の来年のカレンダーの写真も選ばないとな。作れるのかわかんないけど、去年のサイトがまた同じようにやってくれるなら作れるけどね。今年はラインナップ増やしちゃおうかな。それとも大きいカレンダーだけにするか。4猫それぞれのカレンダーにするか。次郎カレンダー、五郎カレンダー、太郎カレンダー、黒カレンダー。でもな、それはちょっと大変すぎるね。それに買う人も分散しちゃうよね。そこまでいないのに。まあ小さいのと大きいの2種類作って、それぞれ違う写真入れてとか、そのぐらいかな。であとツーリングカレンダー作る。これはなんだ、タヌキか。切りましたね。あのカレンダーサイトのミソはね、
作ったカレンダー自分もお買い上げしなきゃいけないっていうことですよね。まあつっても、まあ、自分が欲しいようなカレンダーを作れよっていうところもありますよね。辻温泉 4kg。さあ辻温泉に入ってまいりました。気温がねさっき11度でしたね。25度ぐらいの時があって11度だから随分今日一日気温の高低差が激しかったね。まだ辻湯温泉に入ったけどまだあるんだね。あと2分。まあこうやって旅館がそれなりに立ち並んでいる中でこういうのを Google マップない時どうやって見つけてきてたんだっけ。だって地図に載ってないしね。まあ一軒一軒。おお、あ、結構すごいじゃんこれ。温泉街みたいになってるじゃん。でも店ないんだ。みんな旅館自分ところでご飯食べるんだろうね多分ね。で酒も自分ところその旅館で宴会するんでしょ。あ、ここは立派だね。でもここじゃない。でこれだ。どこに止めればいいの。あ、バイクがいる。ここじゃ止めらんないな。よいしょっと。冷蔵庫がなかったのは計算外だった。まあ、可能性はあると思ったけど、はい、とりあえず着きました。焼き鳥もゲットしましたので、あとは風呂に入るか先にするか飲むのを先にするかって感じですね。疲れた。はあ、もう風呂入る前に食っちゃいます。腹減ったんで。あ、ビール持ってくるの忘れた。じゃあ食べ終わったんでね、8時半ですけど、温泉街行って、打たせ湯に行きます。あ、ここだ。すぐそこじゃん。すげえ地形。なんか声が聞こえるけど。あ、コインもらう、持ってくんだった。いや、素晴らしい。いいお湯でした。打せ湯。ちょっと次の、もう一つも行ってみたいと思います。ここ?本日は男性。よし。やりました。貸し切りです。すごいです。ここも打たせるよ。楽しゅう。明日はこっちに入りに来ようかね。7時からか。
イワンユー、ずっと一人で入りました。最高ですね。なんという贅沢。これも遅く着いたから時間がずらせた賜物ですよ、きっと。地図だとなんか広そうに感じるんだけど、めちゃめちゃ近いです、それぞれの湯は。打たせ湯は9時半まで、だからもう終わってるはずだけどな。いいですね。温泉、すごい箱庭みたいな温泉場です。宿泊したならではですね。いやー、これは最高部最高。大正解。この小道がまたなかなか足湯だ。足湯があるんだ。へー。わあ、素敵。かと思うと、廃業したホテルもちらほら見受けられますね。こっちから行ってみようか。これはついてないから廃業してんだろうね。ここも廃業してるね。なんか怖いね、ちょっと。はい、泊まってる旅館です、宝屋。今日はライダーも泊まってますね、福岡から。